はい、ご無沙汰してます、みどりです。今日はですね、4月の10日、今日は10日、4月の10日は何の日か知ってますか？そう、今日はですね、駅弁の日。なんで4月の10日かと言いますとですね、由来はですね、駅弁の弁の文字が数字の4と漢数字の10の組み合わせでできており、で、弁当の糖が糖と読むから、4月の10日に定められたというらしいですね。というわけでですね、今回はですね、その駅弁の日にちなんで、今日から崎陽軒で4月の10日から19日まで限定で販売されます、こちら、なんとかゲットしたぜ、おにぎりシウマイ弁当、こちらを紹介したいと思います。はい、こちらがですね、駅弁が今から136年前に日本で最初に販売された駅弁が、あの宇都宮駅でおにぎりの駅弁だったということにちなんで、シウマイ弁当をおにぎりバージョンにしたということでございます。ね、なんでね、これね、136年前ってなんか中途半端じゃないですか。これね、本当はね、去年のこの4月の10日に135周年ということで、おにぎりシウマイ弁当があったんですけども、コロナ禍の影響でですね、販売が中止となりましたんで、まあ、今年はね、まあ、コロナまだね、ちょっとね、続いてますけれども、発売が実施されたということで、実に嬉しいです。そして一回ね、2019年にも限定販売はされたそうなんですけども、こちらその時にね、大人気だったそうなんで、ね、ちょうどね、私はですね、まだね、その時はこのお弁当をね、食べてなかったんでね、ちょっと今日は初めてなんで食べてみたいと思います。で、中身はシウマイ弁当がベースに、シウマイ弁当のおかずだとかね、そういったものが入ってるということなんですね。おお、ちょっと崩れちゃったかな、ちょっと慌てて走ってきたんでちょっと崩れちゃってますけども、こんな感じでございますよ。ドーンとおにぎりが4つですね。中身は後で紹介します。そしてシューマイが4つ、シューマイ弁当と一緒ですね。卵焼きに、かまぼこに、塩に、たけのこに、いつものあのシューマイ弁当の中の唐揚げとかですね、マグロの漬け焼きとか、ご飯はね、いつもだと俵ご飯に小梅なんですけどね、 あとあんずがあるよね、いつもあったら、そういったものが見当たらないんですけども、それはどこにあるかと言いますと、おにぎりの中にあるということなので、後ほど食べながら紹介していきたいと思います。さあ、早速いただきたいと思います。いつも のおかずたちはこの具材に入っているということなんですけども、この4つなんですけど、マグロの燻製の燻でね、マグロの燻マヨおにぎり、あのマグロの漬け丼のマグロだね。そして焼きシューマイおにぎりで、鶏の唐揚げとあんずのガーリックバター風味おにぎり、唐揚げとあんずが一緒になったんだね。そして切り昆布と千切り生姜、小梅、黒ごまの混ぜご飯おにぎりの4つがこの中に入っているということでございまして、手をね、ちょっときれいきれいしてですね。さあ、じゃあどれからいきましょうかね。まずはこちらはね、中開けなくても分かりやすい、あの大きさもね、ちっちゃめなおにぎりなんで食べやすいと思う。こちら見えるかな、これはもう確実に切り昆布と千切り生姜、小梅入ってたもんね。で、黒ごまの混ぜご飯おにぎりでしょう。おいしいおいしい、これいきながらシューマイ、うまいね、シューマイ。小梅が全くわからんな。さあ、次はこれはね、ちょっと開けてみましょうね。綺麗に開けられるかな、よいしょ。こんな細かくなった唐揚げが入っておりますね。唐揚げとあんずのガーリックバター風味、ガーリックバターはすごくわかりますよ。あんずねいるんだろうね、あんずがいるんでしょうけど、ちょっとあんずさんを感じることがちょっとできなかったけど、
うん、うん、でも美味しい美味しい。いつものシウマイ弁当もこうアレンジがあるとまた違った感じで美味しいですな。3つ目これは何でしょうね。これもちょっと開けちゃいますよ。なんか開くかな、これ。ごめんなさいね、こんなちょっとごめんなさいね、なんか汚くなっちゃって。これはマグロですね。マグロのクンマヨ和え。うん、うん、ああこれは具もたくさん入ってて美味しいですね。うん、最後4つ目。あ、4つ目ね、もうね、見えます？ちょっとはみ出してる、ほらチラッとね。ちょっと海苔をずらしたらもう焼きシューマイが丸ごと丸ごと入ってる。いただいてみましょう。うん、美味しい美味しい。焼きシューマイおにぎりの後に美味しいシューマイ、うん、口の中はシューマイだらけだね。美味しいございました。